ウィス、こんにちは。ある東大生実況者、シュンです。今回はですね、ドラゴンクエストタクトのアンルシアとですね、浜辺の天使セラフィーのですね、まあ、実際に使ってみて、まあ、強さ紹介した後にですね、ガチャ引いていこうかなというふうに思っております。それでは早速やっていきましょう。まずはですね、まあ、これ、開花38巻かな。まあ、メラ系と電系ということで、あんま、まあ、知らんじないんですけど、まあ、適当にちょっと使ってみましたというところでやっていきましょう。で、アンちゃんが2か3凸ぐらいで、で、セラフィーが無凸かな。はい。で、ですね、まあ、セラフィーはですね、まあ、置いとけばそれだけで回復してくるんですが、まあ、ただそれは1凸特性ですね。で、今回無凸なんで回復もしませんと。で、さらに、まあ、3凸しとくと回復したらですね、大義の威力だったり、まあ、効果を、まあ、上昇させてくれるというところですね。はい。まあ、なんで、まあ、かなり珍しいんですけれども、まあ、息メターになっておりますね。はい。息の、ね、だっけ、まあ、耐性も上げてくれるというところなので、まあ、息遣い、まあ、息系としてすごい使いやすいのかなと。まあ、今回、グレートドラゴンが、こういう感じで、まあ、化学息か、吹雪か、吹雪を使ってくれるので、セラフィで、まあ、回復しとけば、まあ、息耐性を上げれるというところで、まあ、使えるかなと。いう感じですね。はい。で、メラアタッカーとしてはですね、サンシャインがですね、範囲が、まあ、非常にですね、広いですよ。で、広範囲のメラアタッカーって、まあ、ピサロネキ使ってか、すごい少ないので、そういう意味では、まあ、そういうところは強いかなっていうふうに思います。はい。まあ、ただしですね、まあ、今回見たらわかる通り、まあ、セラフィー今回、無凸ですというところで、まあ、あんまり使えてない。まあ、正直、スノーセラフィーの方が、使いやすいかなというところで、まあ、3凸しないと、ちょっと使い物にならないっていうところが、まあ、注意が必要かなというふうに思います。で、PVP だと、まあ、3凸以上しとけば、まあ、使えば雑に使えるところが多いのかなというふうに思います。で、続いて勇者姫アンルシアなんですけれども、まあ、勇者の盾使えるところが、まあ、一つ最大の長所ですね。まあ、今回、被ダメージそこまで多くないので使ってませんが、被ダメージを抑えれるっていうところが、すごい使いやすいかなというふうに思います。で、加えてですね、ね、だけ、まあ、バフであったり、まあ、あとテンションですかね。はい。で、こうやって MP 回復も使えるので、まあ、強キャラにありがちなですね、特性。まあ、だいたいこの3つがあれば、まあ、強キャラ認定、まあ、どのキャラでもするかなっていうレベルですね。はい。まあ、そういった特性、が備っているかなというふうに思います。はい。で、ただしですね、これ、まあ、MP が367とめちゃくちゃ低いので、で、今回もう2回しか殴ってないのにもう半分使ってますよねって言った感じで、まあ、貫突で MP 回復なんで、うん、まあ、最低貫突したいっていうのが、まあ、正直なところで、まあ、無凸だと、まあ、盾張った後、まあ、仕事がほぼないというところで、まあ、それだったら、まあ、軽くして、まあ、敵をですね、まあ、とっとと倒した方が早いよねっていう風に、まあ、なりがちかなっていう風なところですね。はい。で、あとはですね、その、まあ、消費 MP じゃないな。まあ、被ダメージ減らせるんですけど、まあ、ただですね、その最大級に難しいとこ、まあ、今回も使ってませんけど、使わなくても、まあ、クリアできるとこの方が、まあ、大多数で、そういうバランスになっておりますから、まあ、オメガの EX みたいな感じで、もう本当に難しいところ以外だったら、まあ、雑に、アンルシア以外を使った方がいいっていう場面がすごい多いかなというふうに思います。で、逆に、まあ、アンルシアだけ使っても、他キャラの MP 回復とか、まあ、火力とかしっかりしてないと、結局ですね、耐えきれませんので、まあ、そこら辺の注意も必要なのかなという感じで、まあ、結構変わったキャラクターなのは間違いないなというふうに思っておりますね。アンちゃんは本当に、まあ、貫突させないと、ちょっと厳しいってとこと、まあ、あと、勇者ロトと、まあ、属性が被ってるんで、まあ、そういうとこも難しいし、まあ、結局、デインのアタッカーとしては、偽名将軍がナンバーワン、火力としてはナンバーワンというか、まあ、会心含めてね、はい。なのは変わりないので、そう考えると、んまあ、ちょっと微妙なところはどうしてもあるかなというふうに思いますね。はい。まあまあ、こういう感じですかね。まあ、使い方はこういう感じで、まあ、お互いね、衝突しとかないと難しいというところですね。はい。で、ですね、まあ、ガチャの優先順位といたしましては、2番目っていうか、まあ、A ランクかな。まあ、ピサロね、これね、まあ、一応ユーザーソロに気使って S から A に落としたんですけど、これ、まあ、いろいろ使ってみて A でいいのかなと。まあ、今回出る中のあたりランキングですね。はい。で、アンちゃんと、まあ、ハマセラ、まあ、両方とも強いんだけど、まあ、ただ、まあ、貫突必須っていう感じなんで、両方とも。まあ、セラフィは3凸でいいけど、はい。低凸だと使いづらいですね。はい。まあ、ただ平均点で言えば、まあ、6段のですね、女賢者と少年テリーと、まあ、あと、ピサロと、まあ、勇者ロトあたりがおすすめですけど、高いのは間違いないという感じですね。はい。で、今回、落ちましたというところで、まあ、ガチャ引いていきましょうか。はい。
まあ、50連やっていきましょう。で、まあまあ、みんなの当たりというか、まあ、大体の大幅はこんな感じかなという感じ。まあ、Cランク以上だったら当たりという感じなんだけど、まあ、俺の場合、貫突のキャラとか、まあ、そういうのを溶かすとですね。この感じで、まあ、50% ですね。はい。で、まあ、50連なんで、レース確定の2体と、まあ、4% なんで、まあ、4体くらい来るだろうと。で、その中で、まあ、25% で、まあ、要するに1体が、アンルシア1体が、まあ、セラフィー。で、あと2体が、この中の2体みたいなのが、まあ、期待値なんで、はい。まあ、そんな感じで来てほしいなと。まあ、要するに、道中2体くらいは来てほしいなっていう感じですけど、いきなり銀世界ですね。まあ、銀世界じゃないのか。ゴーストまみれ。いやー、いきなりゴミだな。個人的には、やっぱ、アンルシアが来てほしいかな。なんだこいつ、よくわからないやつが来た。まあ、意外と A ランクキャラってのもなんか、あれっすよね。まあ、結構来るけど、結局、なんか、ガッツリ引かなくても、こういうところで、貫突できるよね。まあ、特に今年になってあんまり課金はしなくなったんですけど。さあ、お願い。いやー、ここで道中来てくれ。おーし、よし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 。やっぱダブルピックの道中熱いな。ここで、やっぱ来てほしいのは、まあ、アンちゃんとか、まあ、あとね、少年テリーかな。少年テリーめっちゃ、突してほしいっす。さあ、お願いします。まあまあ、ダイン。あと、他キャラは持ってないキャラとかか。まあ、デスピは持ってるか。おー、打天使エルギウス貫突。貫突で回心率が上がるのかな、確か。まあ、何てっけ。アポカリプスじゃなくて、名前忘れてた。物理回心率。カタストロフィーか。カタストロフィーの、まあ、8回攻撃なんで、まあ、回心率上がるのは、かなり美味しいというふうに思いますね。いやー、エルギアマジで当たりだな。さあ、もう一体。おー。いやねー、こいつはねー。勇者ロトと被ってるからね。性能自体は悪くないんだけど、まあまあ、これはカイカーに期待っすかね。まあ今んとこ、まあ、突してるやつじゃないんで、まあそれでも当たりっすね。はい。全然いいかなっていうふうには思いますね。ただ、打天使エルギオスが、まあ外れ枠になったっていうのが、ちょっと気になりますけど、まあまあ、それでもいいでしょうという感じです。ただもう道中もう1体ぐらい来てほしいかな。まあ今んとこ期待値通り引けてるっていうのは結構でかいですが、まあ A ランクというところで、まあそんなに引けないかな。まあ個人的にはやっぱ神竜、マンちゃん、女賢者、引いてほしい。まあ特にマンちゃんピックアップされてないからね、引いていきたいですね。で、無を取得していく。いやー、もう1体、来てほしい。いやでもやっぱ少年テリーはね、三突するかどうかでめちゃくちゃ変わってくるんで、人死んだけど闇鍋って全然来ないんですよね、マジで。頼む。いやー、まずい。どうしよう、小塚、喋れるか。イオネズンのやつも、なんか、ユアタッカーって、なんか、勇者ロト以降全然来てないから、お来たまあ、セラフィー一卒で、お助けセラフィー使えるようになったんで、まあ、これは、すごい美味しいですかね。まあ、お助けセラフィーによって、まあ、いろいろと、救われるキャラもいるかなというところで、まあ、あんまり、それでも一卒だとまだっていう感じなんだけど、まあまあまあ、いいでしょう。個人的には、アンちゃんの方が欲しかったかなっていうふうには思うけど、まあまあ、セラフィーも、十分嬉しいと。いや、今回、ダブルピックはなんか、まあ、確率通りに引けてますね、結構。さあ頼む。これも道中来るか来ないかで。道中来たら上振れ。来ないか。まあ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 。言うてなんかなんだ。金から虹とか、銀から虹がなんか出やすくなったような気がしますね。すごい。いや頼む。個人的には少年テリーだけど、またアンルシア。いやー、リーダか。まあ悪くないかな、4突。トツが進んでいくね。アリーナもなんだかんだ使えるんだよね。なんか終電イベントの時に、だいたいなんか一回は使ってるっていう、そういう印象っすかね。まあまあ、アリーナは普通に嬉しいかな。まあまあまあ、嬉しいでしょう。ということで、まあ、打天使エルギオス、で、サージタウス、で、浜辺の天使セラフィー、で、アリーナ。まあまあ、まあ当たりかな。はい。まあ特に被りがなかったっていうところがすごい、嬉しかったかなというふうに思います。で、まあ、明日もですね、まあいろいろこういった、まあ、ダブルピックアップガチャですね、まあ実際に使ってみて、まあその後、引いていこうかなというふうに思っておりますので、まあそういうの見たい方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。